毎週ですね最新のゲームの情報をお届けしているこのゲームカタログなんですけども、はい、いきなりなんですけどリカちゃん、はい、ゲームの世界というのは噂がめちゃくちゃ多いですよね。そうですよね、まあ、あのソフトはねいつ出るのとか、今週の特集はですね、その、 あのゲーム噂の真相と題してお送りしたいと思います。はい、早速ですが、ね、1つ目の噂を紹介しましょう。噂案内人のボンちゃん。はい、噂の案内大木ボンでございます。では早速その噂からなんですが、まず1番目にはですねプレミアのソフトがあるということです。これ大人気のですね育成シミュレーションゲームのときめきメモリアル、これがですね限定版で初版発売になったんですが、この価格が人気のためですね価格が高騰しているということで2万円前後にまで上がっているということで、現在幻のソフトになりつつあるというのが噂なんです。はい、以上です。編集長。いや確かに編集長いますけど、編集長、はい、ボンちゃんご苦労様でした。決まりだな。すごいよ。なんかもう生ボンだよ。生ボン、本物の本物ですよ俺ら。編集長、これどういう内容なんですか。とにかく高騰しているという話でしてね、噂の方は内澤がレポートしておりますので。あれ、レポートそうですか。はい、はい、今コナミの前に来てます。ときめきメモリアル限定版のですねプレミアム化現象について一体コナミはどのように捉えているんでしょうか。早速行って話を聞いてみたいと思います。こちらがわざとそういうふうに仕掛けたわけではないんですけれども、あのファンの方の熱い要望というかですね、皆さんにお買い求めいただきまして、まあ、品切れ状態が続いているようです。同梱物が、まあ、マウスとかマウスパッドとかございまして、これもあのロットが決まってますので、もうこれは発売することはできません。比較的、都市部よりもちょっと田舎の県とかですね、そういうところの方が残っている可能性はあると思います。ぜひ僕に、プレゼントしてくれると嬉しいなと思うんですけど、他のソフトでしたらなんとかご要望に沿いたいんですけれど も、 もうときめきメモリアル限定版に関してはですね、ま、あの通常版の方もそうなんですけれども、コナミに、もうライブラリーとして保存版とシールの貼ったものしかございませんので、私たちも買うことはできないんです。販売店の方では、どのぐらい流通してるんでしょうか。秋葉原のあるソフトショップにですね話が聞けることになりましたので、これから行ってみたいと思います。中古は探すのはかなり難しいんじゃないですかね。2万円ぐらいで出回ってるというのは聞いたことありますけど、今はちょっとないですね。はい、ときめきメモリアルの限定版というのは、置いてありますか。置いてありますよ。あ、そうですか。この店にあるそうなんで行ってみたいと思います。ありました、ありました。これですね、ときめきメモリア限定19,800円、書いてあると。すいません、これください。見ました、これですね、持って帰りたいと思います。あ、一気にもう倍の値段になってるんですね。すごい、19,300円だって。でしかも会社にもないと。会社も保存用のものはあるけど、資料用のものはあるけど、在庫はもう一切ないと。ね、社員もだから手に入らないってことでしょ。いや、ときめもってあれいつ頃発売になりました。最近でしょ。もう3、4ヶ月持ってますかね。半年、行って半年でしょ。ね、したらだってあれじゃないですか、 NTT 株とかよりも全然プレミアムついてて倍倍ですよ、半年で。すごいですね。なんでだろう、何がそんなに。何なんだろう。もうあの、ボンちゃん、はい、これあのプレミアムがつく条件ってだこれ。条件あります、はい、まず第一に生産本数が少ないことですね。どんなソフトでもまずは生産本数が少ないことが一つ条件と、うん、そしてあとはですね、くろうと好みの作品であることです。これはくろうと好みですよ。そうなの、これは誰。もうくろうと、くろうと、もう職人しかやんないもん。そうです、ね、何の職人よ、だっていや、もう板前さんとかもそういう、いやもう大好きっていう、なんかその思い入れが強いっていうのはまあ一つあるでしょうね。他にも、はい、ソフト以外にもおまけがついてるという。おまけ、あともう一つは、はい、あとはですね、ゲーム自体の出来がいいということですね。大切ですよね。はい、そうか、限定版はおまけが入ってるんだよね。え、ちょ、開けてもダメだ。いいのか、開けちゃって。開けちゃってみようよ。けど価値が下がるかもしれない。そういう、あ、なんか、あ、なってる。あ、これ。あ、まずこれ。なんかまずなんかオルゴールがついてますね。オルゴールがついてるな。それから、あ、これ何？マウスパッド。マウスパッド。
えなんでこんなんでそんな高くなるの？これ絶対開けないで、絶対開けないで、これ開けちゃダメだと思うのこれは多分開けたらダメなんだと思うの。あ、ダメなの？開けないの？開けても絶対ダメですよ。もう見てくださいよ、ほら勢ぞろいですよね。普通はこれ単体で売ってんだよね。普通はこれだけ単体で売ってんですよね。これなんでしょ？それ開けちゃダメなんじゃないの？大丈夫？いいんじゃないの？綺麗に開けてよ。マウスですよね。あ、すごい、これほら絵付きだよ。製品版買ってから限定版と両方買った人も多かったみたいですよ。あ、遊ぶのはもうこの普通に売ってるやつにして限定版はもう取っとくという。これでね、一応まあこれだけのものがついたぐらいで、そんなに今みんなが欲しがってるのかと、これ調査してみたみたいなのあるんですよね。はい、見てみましょう。今秋葉原の駅前に来てます。ときめきメモリアル限定版がどれだけすごいソフトなのか、どのぐらいの人気があるのかを確かめるためにですね、秋葉原の駅前の伝言板にこのようなオーダーをしてみました。ときめきメモリアル限定版あげます。本日夜8時渋谷ハチ公前に、しおりちゃんのコスプレをして来てくださいと書きました。30分経ったら消しますんで、その30分の間に果たして何人の人が見て渋谷のハチ公前に、セーラー服ですか、を着て来てくれるのか、楽しみにしてます。ときメモの限定版欲しさに、一体何人の人が来るんでしょうか。隠れて様子を覗いてみたいと思います。あいつそうかもしんない、セーラー服着てますよ。ゲーム系のカバンを持って、セーラー服スカート履いて黄色いスカーフをしてますね。他にはいませんかね。あ、いました。カプコンの袋持ってますね。カプコンの袋にセーラー服で黄色いスカーフですね。秋葉原の伝言板に30分だけ、書きました。それでもう一応もう2人も来てます。それほどですね、ときめきメモリアル限定版は貴重なものだということがお分かりいただけたでしょうか。まあ、2人来ていただいたんですけども、まあ、ときめきメモリアル限定版の方1つしかありませんので、まあ、僕がもらって借りたいと思います。予想としては、まあ、来ないだろう、そこまでバカバカしいのはないだろうと思ったら、来ましたね。来たね、ちゃんと制服着て、この格好で来てますよ、この格好で。あれ、両方とも男の方？男性ですよ。本当にあの時のうちのレポーターのローリック内沢なんですけどあれもしかしたらそうじゃないですかって 100% そうですよ。そうじゃん、あの格好はね、絶対来ないと思ってたから、まあ、来て一人来たらもう同じだと思ってたから、この1個しかなかったらしいんですよ、このときめきメモリアルが。あ、そう。これでこれは怒られると思って逃げ帰ろうとしたんですけど、結局捕まりまして土下座をして、あの後ほどご相談をとなったらしいんですが、とりあえずですね、あの内沢さんの私物のときめきメモリアルと、こちらをちゃんと差し上げますので、これはもう内沢さんにはもう拒否権はないです。はい、もう無許可ですけど、もう知ってますよ、ね、もうやれって、ときめも出すか、あつき出版やめるか、どっちかだ。で大人気のストリートファイター02がセガサターン、プレイステーション、スーパーファミコンの3機種に移植。ゲームセンターで人気のあったカプコンの格闘ゲームストリートファイター02がスーパーファミコン、プレイステーション、サターン、なんと3機種に移植されることになりました。このストリートファイター02の、新しい要素はですね、自分でスーパーコンボが作るオリジナルコンボというものが一つあります。そしてもう一つ新キャラとしてですね、さくらという人やですね、あの懐かしのザンギーフなども復活しております。皆さん楽しみに待っててください。東京を舞台にしたセガ最新のポリゴン格闘ゲームラストブロンクス東京版がついに登場。5月24日ラストブロンクスというですね、セガの新作ゲームの発表会がありました。このゲームはですね、ポリゴンを使ったですね 3D 格闘ゲームなんですが、キャラクターが全員武器を持っているというのがですね特徴であります。またですね、アタックキャンセルというですね新要素も含まれております。ゲームセンターにそろそろ出始めると思いますので、皆さん楽しみにしててください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではポンちゃん、次の噂言ってください。はい、わかりました。次の噂はこちらなんです。期待のニューハードの任天堂の64の発売日が延期になるんじゃないかというんですが、こちらは VTR にまとめてありますのでご覧ください。キュー生キュー生キュー延期説の1
カが15連敗。縁起を稼いで発売を延期するのでは。延期説その2、ゲームボーイ、スーパーファミコン、その他にも任天堂製品には21日発売の製品が多い。任天堂64も21日にこだわって発売を延期するのでは。いやいや、これぼんちゃんぼんちゃんどういうことですか。この21日というのはですね、実はあの任天堂の山内社長のおばあちゃんの命日が21日ということで、そうなってるんじゃないかと。ウルトラ64は今のところ6月23日じゃないですか。もっと発売されるのかな。来て7月21日とか8月21日とか。伸びないやだよ、うん、そういうのない、ないんですか。楽しみ。いや最初僕らもそう予想したんですけど、意外にね6月23日って驚いたんですけどね、あそうなんですか、はい、実はですね、編集長の手帳からですね、あの任天堂の広報の方との電話番号が送りましたんですね。お友達なんですよ、ね、来週一緒に飲みに行くんですけど。飲みに。もしもし。あ、もしもし。あ、任天堂のあの広報の本郷さんですか。本郷さんですね、はい、本郷さん、元気ですか。まあ、元気ですね。あ、元気ですね。あの噂に関しての質問なんですけど、はい、僕は絶対発売日に出ると思ってるんですけど、はい、編集長が絶対出ないって言うんですよ。嘘でしょ。やめてくださいよ、長い付き合いなんですから、ね。どっから出た噂か分かんないんですけど、21日にこう任天堂のハードがたくさん出てるじゃないですか。そうすると、まあ偶然といえば偶然なんですけれども、まあ、ハードであったり戦略ソフトっていうのはまあ21日とかですね、14日っていうのはまあ多いのは多いですけれども、はあ、はあ、でいろいろこうなんか聞き込みを続けていくとまたポッポッと出てくる噂で、はあ、それは任天堂の山内社長のおばあ様の命日だから、はあ、もうその日以外出さないことに決めてるんじゃないかとか。いやそんなことはないですけどね、はあ、確かにおばあさんであるとかですね、お母さんとかの命日はその21日とか14日っていうのはそうかもしれないんですけれども、噂は全部あったわけじゃないけど 20-30% はなんかちょっと微妙だね。ちょっと待って、っていうことはウルトラ64がまさか21日7月とか8月とかないですね。ないない。はもうこれは確実に23日にですね、発売に向けて、もうハードはもう、作りだめをやっておりまして、はい、6月中には50万台出荷いたしますので、はい、これはもううちの倉庫に、もう積み上がっておりますしですね。あそう、じゃあ6月23日も間違いないと断言していただけますね。そうですね。もし出なかったらもうあれですよ、ルイージに関する悪い噂とか流します。わかりました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう全部編集長がその悪い噂流しました。やめて、やめて、本当にやめてくださいよ。本当にやめてください。編集長が出るってなんですよね。不思議な噂がまた一つ出まして。不思議な噂、それはリカちゃんが。そうなんです、ボンちゃんこと大木ボンドさんはですね、芸能界でも一二を争うゲーマーであるらしい。はい、これは本当です。これ本当ですか。本当なんですか。僕はね、だいたい1日1回は仕事終わってとか仕事の合間、うちでもやってますから。本当ですか。本当なんです。それは編集長に気に入られようと思って、新しい編集長に気に入られようと思って言ってんじゃない。それは本当です、編集長。いや、またあっちに入っちゃったよ。ご苦労様。 VTR あるでしょ、 VTR が。いいよ、ご苦労様です、決めゼリフは。大木ボンドさんがよく現れるという情報をキャッチしまして、赤坂のゲームセンターにやってきました。それではですね、本当に大木ボンドさんが本当に現れるのか、実際聞いてみましょう。だいたいいつも一人で、パズルゲームをやってるみたいですけど。ああ、もう毎日のようにいらっしゃってます。それではですね、本当に大木ボンドさんが現れるのかですね、ここで待ってみたいと思います。もしかしてですね、あのおかっぱ頭、大木ボンドさんじゃないでしょうか。大木さん、大木さん、あ、大木ボンド、大木さんじゃないですか。どうも。いや、どうぞ。いや、今いいとこなんですけどね、今やってるんですが、これもやっぱクリアしたことあるんですよね。あの結構どんなジャンルのゲームが好きなんですか。あ、もったいない。言いますとですね、私はやっぱりアクションゲームが好きなんですよ。あとはシューティング、そういったものですね。ロケ先でですね、出先で30分とか40分とかロケの合間の休憩がありますよね。あると大木ボンドはどこ行ったんだ、ボンちゃんどこ行ったんだって探すんですけども、その時はね、知ってるディレクターになると、あ、ボンちゃんはゲームセンター探してる、探したかったら、いや探してませんって言ったら、ゲームセンター行けって言ったら僕やってるんですよ。結構じゃあご家庭でも家でもうゲームとか結構やられるんですか。やるんです。何ですか。こちらが私の邸宅です。マジじゃないやつ。どうぞ。あ、すみません。はい、どうぞ。邪魔します。はい、失礼します。
わぁ !S1 だシャープの。そう、一体型のやつですよね。一体型のやつ。これが便利ですよ。もう入れたらもうカチャッとできるでしょ、これ。ええ。ソフトを入れちゃえば。お隣はもう全部こう。はぁ、いろいろありますね。ソフトがいろいろあるんですよ。バルバロッサとかありますね。ええ。また極上パルディオスなんかね。これやっぱりよくやる方なんです。面白いですよね。あ、極上パルディオス面白いです。スーパージェームスポンド2とかありますね。これは探したですね。スーパージェームスポンド。私はボンドですが、ボンドなんですけど。パロディース、やりましょう。はい。内澤さんとやると思う。いやいや、とんでもないですよ。シールタコにしてるかな。あ、タコね。はい。タコを最初に食べたの。僕さっきここら辺に死んじゃいましたからね。これでは、いやでも、やっぱりあの、その芸名さんの社長が配置がいいやつじゃないですか、機械の。やりますね。一番アートモスマンできました。はい、聞きましたね。あっと、僕もね、ちょっと噂の小耳に挟んでたのは、もう大木ボンドがいなかったらゲームセンターに行ってみろっていうのはね、ちょっと聞いたことあったら本当なんですね。本当です、本当です。はい、すごい、あのテレビもすごいよね。あの方はなかなかないですよね。あれ編集部でもね、撮影に使う以外ね、うん、持ってるやついないと思いますよ。すごいよ。そうなんですか。すごいですよ。あれはいいですよね。いいですね。便利ですね。ゲームはゲームセンターだと 何とかするんですか。やっぱりあのパズル系。あ、パズル系好きですね。ガンガン仕事してガンガンお金貯まったらもうボンちゃん御殿にはゲームを絶対に地下室作ってバーンゲーセン自分とこの。すごいね。夢ですね。家族もやるんですか。家族もやります。親父がやってると子供がいいと思うじゃないですか。小学校6年5年がハマっちゃって大変なんですよ、うん、で女房が必ずコントローラーを隠す。あ、それどこの家中のあちこちで隠す。風呂場に隠したと思ったらバスタオルの下とかですね、本箱の裏側に隠したと思ったら自分のバッグの中に隠してですね、あげくの果てはですね、布団の間の奥とかですね、もう探すだけで大変なんですよ。いや、どこの家庭でもお母さんにそういうことしがちなんですけど、普通は探すのは子供であってお父さんは一緒になってくる。いやでもさ、パパ探してって言うからよしよしとか言ってここだろうとか言って探すんですけども、いや、内田君でしょ、マジでしたもんね、対戦もね。実生活がゲームみたいになっちゃってね、いいじゃないですかね、なんか面白くて。いや、編集長、この大木さんの、ボンちゃんって呼んでいいんですか。ボンちゃん、ボンちゃんの、そのゲーム好きっていうのは結構有名なんですよ、ゲーム業界。そうですね、一回取材もさせていたことありまして、ね、はい、どうだったら取材もしてますね。ファミコン通信はいい雑誌です。あ、もうよいしょ、ちゃんとさりげなく入れて。ゲームのことなら何でもお任せのファミ通レビューが採点。今週の審査員はこの3人。横長画面の筐体が特徴的なシューティングゲームの移植版。各ステージ最後の分岐によって違った展開が楽しめるぞ。画面がシネスコサイズなのでとても見にくいんですけども、旧サイズ作は捉えています。移植度は結構高いんですけども、ゲーム的にはもう不意です。人気コミックボドボドの世界の住人になれるシミュレーションゲーム。いろんな動物仲良くなったり探検できるぞ。原作特有のほのぼのとした雰囲気はとってもよく味わえます。でもボノボノの世界に人間が入り込んでしまうのはちょっと違和感がありますね。実際の試合さながらの気分が味わえるバレーボールゲーム。コマンド入力によって華麗なコンビネーションができるぞ。タイミングよくボタンを押しているだけでバレーをしている気になれないのが残念です。前作で格闘ゲーム並みに難しかったコマンド入力が簡単になっているのが嬉しいでござる。チュンリー、おっせえな。あ、待って待って、ごめんね。さて、今日はですね、はい、意外なゲーム好きということで。そうなんです、ね、大木ボンドさん、自分の生活にゲームは切り離せない、うん、じゃあもう差し棒を持たない日はあっても、もうスティックを持たない日はないと。ない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 、絶対ない。中でどうですか、ロールプレイングゲームなんていうのは。あれね、じっくりやりたいんですよ。だからスケジュールが空いてればいいんですけども、1週間ぐらいパッと空いたらですね、のめり込んでやる。好きだからこそガッとやりたい。ガッとやる。もうそんな時におすすめなゲームがですね、はい、はい、こちらです。今週の
ームはいろいろおじしが生み出した天外魔境シリーズ最新作第4の黙示録いよいよセガサターンに登場。19世紀のアメリカを舞台に主人公魔物ハンターの雷神が仲間と共に大暴れ。前作から引き続きハドソン得意のパーソナルライブゲームシステムを採用。現実の時間に合わせて楽しいイベントが。他にも様々な新しいシステムを採用し、より楽しさが増えたぞ。戦闘シーンは大迫力のアニメーション。かつてないスケールで繰り広げられる冒険の旅、乞うご期待。一日休みとってやってみたい。飛び立つ。でもね、大木さんみたいなタイプがね、はい、ハマっちゃったらね、はい、ロールペンゲームはもうとことんいくと思いますよ。今度はね、ロールプレインゲームとなったらね、 AD さん探しに来る大変だからね。家でやってるから今度は。これはすごいですよ。これまだ発売日を見てちょっと遅れると思いますけども、これだけ凝ってりゃね、時間かかるでしょうね。いや、そこで今日はですね、お得意のところから意外な一面までずっと見せてもらったんですけど、いやー、この番組一度出たかった。面白かった。これ見てもらったことある？あ、もちろんですよ。だって内澤さんのこと知ってましたもんね。すごい。そうなんです。でセット見て、ああやっぱりいいセットだなと思って見た。またよいしょ始めてた。よいしょ長いからこの時間。レギュラーになっちゃった。レギュラーになってます。いつの間にかレギュラーになっちゃうからね。お知らせしたいことがあります。視聴者の方にお知らせしたいこととかあれば。あ、私がゲームやってる時は絶対に声をかけない。それが一番重要。それからサインをねだらないようによろしくお願いします。ポイントなんで。あとですね、もう一つなんです。ゲストの方に必ずですね、はい、プレゼントをお願いしてるんですが、はい、はい、持ってきました。はい、こちら4本のソフトでございます。はい、まずはですね、こちらのスターフォックスんですが、子供と競技した結果むずいのでこれはいらないという。むずい、はい、これからクレヨンしんちゃん、はい、これは秋田、もうクリアしたクリアしたと、はい、こちらも原始人妻秋田、あ、はい、はい、クリア。そしてですね、こちらの音切りそうなんですけども、これはほとんど新品同様です。なんでいいの？なんで？なぜかというとですね、はい、ちょっとやったら怖いからいいという。はい、まあ怖いですね。まあびっくりしました。モノマネまで、それモノマネまで。似てるのかどうかよくわからないけれども、いろんなキャラが今出てますから。そうなんです。実はこの4本をプレゼントしてる。これなんかスタッフに聞いたら、あなたのプレゼントお願いできますかって言ったら、家族会議で。ごめんなさい。お父さんが子供をあげようかって言ったら、子供、お父さんそれはまだダメ。まだ僕解いてないからっていうのを全部あって、そうです。これが落ち着いたということ。落ち着いたのが4本。すみません、時間かけてすみませんでした。会議は30分に及んだということです。まあ、こちらの、サイン入り、ね、大木ボンドさんのプレゼントソフト欲しい方ですね、はい、応募方法は後ほど番組の最後にということで、はい、楽しみに待ってたいと思います。まだいろいろ噂が集まったらまたご協力ください。はい、うん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いや、いい番組ですね。はい、今日のゲスト大木ボンドさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。サバル悪は許せねえ。あの必殺がアクションゲームになった。中村モンドをはじめとした4人の仕事人の技がうなる必殺。番組のエンディングテーマで大好評、コンフュージョンが歌うファイヤーの CD を50名様にプレゼント。今週のゲスト大木ボンドさんからご覧のソフトを4名様にプレゼント。番組の感想を忘れずにこちらの宛先まで送ってね。そしてゲイカタではいろんな企画と番組出演者を大募集。ゲームなら自信があるあなた、ふるってご応募くださいね。待ってるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。